間違いないな信長は我が輩が小障将を焚きつけたことを見抜いておるその上で我が輩を許そうとしているそんなことは許さんならば我が輩はやつをうつ今回の変を受け本国寺は解体されるそうな。 ならばハイデラになる前に利用させてもらおうこの釣り鐘の根元に切れ込みを入れてとこれでよし2回叩けば金は落ちる我が輩はいは金の下に立ち信長に1回金を叩かせるそこで我がははこういうのだおお なんと無価値な音色信長様もぜひこちらでお聞きくださいとな <laughs> 信長が金の下に来たら我が輩は金を鳴らすこれで信長は金の中一生暗闇あ怖い 今宵は良い月ですなこの寺の鐘の音はこんな趣に合う音色を奏でるそうで信長様叩いてみてくだされ我が輩がまず鐘の音色を試しに聞いてみましょう。 ああ、なんと無価値な音色信長様もぜひこちらでよき音色かならばもう一度聞かせてやろうぞあそんなダメあああああああ この信長をたばかりほふらんとしたか <laughs> 許す。